みなさん、こんばんしょー。ロケットアイドル VTuber のうすいクリアです。みんなついに来ちゃいましたよ、JAXA公式チャンネル。めちゃくちゃ嬉しい。今ちょっとドキドキしてるんですけれども、今日はこの JAXA公式チャンネルに来てアースケアちゃんっていう衛星ちゃんとお話ができるそうなんですけど、いたアースケアちゃん、ちょっとお話聞いてみようかな。アースケアちゃん、こんにちは。こんにちは、アースケアです。こんにちは。イケボだった。めちゃくちゃイケボですね、アースケアちゃん。なんか結構見た目と声が違うとか言われませんか？昔はもう少し可愛い声をしていたんですけれども開発期間が長くて長い間に声が変わってしまいました。なるほど。何歳なのかな、ちょっと気になるんですけども、それもね、この後いろいろ VTR とか見ていきながら聞いていこうと思います。ということで、改めて私うすいクリアと JAXA、そしてアースケアちゃんのコラボレーションが決定しました。皆さん本当にありがとうございます。今日はね、そのコラボレーション企画第1弾のビデオを見るんだよね。アースケアちゃん、では紹介をよろしくお願いします。はい、うすいクリアさんと私アースケアがこの度特別コラボレーション企画を実施することになりました。本日はその第1弾企画として、サテライフでドイツのフリードリスハーフェン、エアバスの工場で私の姿がお披露目されたイベントへの潜入動画を一緒に見ることになりました。うん、ありがとうございます。ドキドキ。なんかエアバスの本社に行ってきたところが見られるってことなので、本当にそのアースケアちゃん本体もね見られちゃうっていう話で、すごくドキドキしてます。ハチブックの方でそのね動画を見られるので、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。よし、じゃあ一緒にスタートの掛け声をいきましょう。いきますよ、VTR スタート。スタート。もう始まった。かわいい、いっぱい衛星ちゃんたちが来てます。地球の皆さんこんにちは。だって地球の皆さんです。こんにちは、こんにちは、こんばんしょ。どこにいるんですか？ドイツのボーデンデーにある。わー、ドイツ。エアバスに来てるんだって。アースキャちゃん、ドイツですよ、ドイツ。ドイツにいたんですよね、アースキャちゃんって。はい、私の本体は今年の2月まではドイツにいて、今は打ち上げの場所であるアメリカにいます。そうなんだ。じゃあドイツ暮らし長いんですか？そうですね、もう十何年になりますね。ドイツ語喋れる？やあ、イヒエトバスドイツスプレヒェン。なんて言ったの？すごい喋れるじゃん。いや、クーゲルシュライバーくらいしか知らないんだけど。はい、クーゲルシュライバーは私もよくゲームで使われていることは知っています。なるほどね。ということで工場に入っていくみたいですね。あ、そうそう、さっきさアメリカに行ったっていうふうに聞いたんですけど、そうですね、このドイツからアメリカって結構離れてるけど、どうやって衛星はそうアメリカまで行くの？はい、衛星本体を入れたコンテナがあるんですけれども、うんうん、そのコンテナを丸ごと搭載することができる飛行機がありまして。おー、人間と同じで飛行機に乗れるの？はい、私はアントノフという飛行機に乗って、ドイツからカリフォルニアの、バンデンバーグスペースフォースペース、宇宙軍基地ですね、のところまで、はい、飛行機で行きました。いいね、大きい飛行機ね。あ、シャーツ名会の様子が出てますね、さっきの。そうですね、最初から寺田元理事のスピーチと、その後伊佐のケリー地球観測局長、その後は富田プロジェクトマネージャーが話しておりました。あ、寺田さんは元理事ってことなんですけど、今年までね理事されてる、去年か、昨年度まで理事されていらっしゃったってことなんですよね。はい、3月末まで大中中技術部門の理事を担当されておりましたが、3月末で退任されまして、今4月以降は新しく滝口理事が第一宇宙技術部門長として担当しております。おー、なるほど。寺田さんも見に行くのかな。あ、ねえねえ、90秒で分かるアースケアが始まりましたが、これ台風とか天気のことを言ってるみたい。
そうですね。アースケアは雲の観測を行いますので、はい、やはり天気についても詳しく分かることになります。正確な将来予測だって、これ結構キーワードっぽいけど、将来予測ってことは天気予報のことなんですか？はい、アースケアはもちろん天気予報も分かるんですけれども、一番の目的は気候変動と呼ばれる毎日の天気というよりは向こう何年、何十年。100年後の地球の気候変動がどのようになるかといったところを予測する、その予測の精度を向上させるというところが一番の目的となっています。なるほどね。あ、今ね VTR でね、雲とエアロゾルが分かってないって出てきたんだけど、これ雲って結構身近だと思ったんだけど、そんなに分かってないものなんですか？そうですね、よくひまわりとかで見る画像だと雲が横の方向に広がって写真のように撮られているんですけれども、実は雲が高いところにあるのか低いところにあるのか、またその雲がエアロゾルと相互作用することによってどのようにできてどのようになくなっていくのかといったところについては、実はまだわからないことが多いんです。へえ、雲って意外とわかんないもんなんだ。意外、そうなんだ。なんかもっとわかってると思ってました。あ、クリーンルームに行くみたいですよ。はい、なんか帽子かぶってるね。そうですね、髪の毛が落ちないようにこういった帽子をかぶって、あとはクリーンスーツと呼ばれているこういったコートのものを着て、はい、入るのがエアバス流です。これむちゃくちゃ大きい。あ、アスキャ、あ、見た見た見た、アスキャちゃん、こんにちは。いや、大きいね。やっぱいいですね、この間近で見れるこの迫力。これはもう宇宙に行くんだと思ってワクワクしますね。さて、アースキア衛星の前に、わあ、すごい、人と比べるとかなり身長がありそう。いや、大きいですね。このサイズの状態で 3.5メートル、そして奥行きが 2.5メートル、高さが 4.2メートル。なるほどね、これでファルコン9のベアリングの中にギュッとね入れるんだ。2350キロ、軽自動車が 2.3 台分だそうです。アースケアには4つのセンサーがありますが、あ、CPR、これが4つのセンサーのうち一番目立つやつだね。これ、そこについてるやつですか？アスキャちゃんの。そうです。私についているこの丸いお椀の部分が CPR になります。めちゃくちゃ目立つ。これ超特徴的なんで、皆さんも覚えててください。CPR ちゃん。これどういうセンサーなの？はい、このアンテナのこの表面が、ダブルバンド帯という94GHz 帯の電波を使っていまして、その周波数帯では世界最大のアンテナとなってます。へー、あとなんかドップラー速度計っていうのが入ってるっていうふうに書いてありました。はい、そうなんです。電波をたくさん1秒間に約7000発程度電波を発射することによって、1発1発の時間差と、あとは一発一発の位相の変化を見ることで、はい、どのぐらいのスピードで雲粒が動いているかということがわかるんです。あ、なるほどね。雲のその3次元的な形だけじゃなくて、雲がどんな風に動いているかっていうのがわかるってことなんだ。はい、その CPR っていうのはどれぐらいすごいの？その他の衛星とかにもそういうのがあったりとかするんですか？なんか世界で一番すごいんですか？そうですね、はい、世界では一番になる予定なんですけれども、そもそも雲を測るレーダーというのが今現状宇宙に行ったものは一つしかなくてですね、NASA が、はい、打ち上げたクラウドサットという衛星が過去にありました。そちらは雲の強度を測るものになっていまして、ドップラーは測れないというものになります。あ、じゃあドップラーがついてる CPR は最強なんだね。楽しみ、はい、感度の向上と、新たなドップラー速度計測という新たな機能を加えて、はい、観測を行います。すごい。あ、今は放射についてね見られるやつが映ってますね。 BBR、 これも面白そう。はい、アースケアの大きな特徴は4つのセンサーを1つの衛星プラットフォームに搭載しているということになります。これまでは複数の衛星が同じような軌道を通って観測をするということを行っていました。ですが衛星の軌道が少しでも離れているとやはり時間差もありまして、同じものを同時に観測できないといったところがジレンマとしてあったんですけれども、アースケアは4つのセンサーを同じプラットフォームに搭載して同時に同場所観測を行うということで、はい、全ての観測がシナジーを持って
測定できるということになってます。4つ一緒に見れるのがいいんだね。なるほどなるほど。わ、すごいすごい。今見たあの太陽電池パネルを広げてる様子が出てました。長いね、1枚だけなんだね。はい、このアンテナと太陽電池パネルを開くと全長で約17メートルになります。長っ、すごいね。あとさっきリムビフォーフライトって書いてるのも見えました。あれ好きなんだよね。そうですね、今の段階だとレッドタグアイテムと呼ばれる打ち上げ時には取り外すものというものが複数、はい、ついております。かっこいい。なるほどなるほど。あー終わっちゃった。結構ね、飛んでく向きとかすごい気になったので後でいろいろ質問させてください。はい、ぜひよろしくお願いします。わー、2024年打ち上げ予定してますということなんですけど、もうねいよいよ5月打ち上げ、あと何日だろう、もう数日いないぐらいじゃないに打ち上げがねあると思うので、お楽しみに皆さん。あ、せーの、サテライフ。はい、見終わりました。すごい、いろいろ見れちゃった。あすきゃちゃん、これからちょっといろいろ質問していきたいんだけど、いいですか？はい、もちろんです。どうでしたか、あすきゃちゃん、改めて自分の姿を見てみて。そうですね、意外に大きいなと思いました。これって他の衛星ちゃんたちに比べたらどれぐらい大きいのかな。なんか他にもこのぐらいのサイズの子たくさんいるの？サテライフのその兄弟が、なんかね、兄弟っていうかいろんな子がその姿でいらっしゃるじゃないですか。どうなのかな。そうですね、衛星本体としては、うん、昔の大型衛星というほどではなくて、だいたい2トン級の中型衛星と呼ばれる衛星になります。中型ぐらいのイメージで言えればいい。ありがとうございます。なるほどなるほど。ただ、宇宙に行った後に CPR のアンテナの展開をして太陽電池パドルを後ろに長く展開することで全長が約17メートルになりまして、ああ確かに大きくなるよね。すごく長い衛星となります。なるほどなるほど。さっきね、進む向きについてすごく気になったんですけど、思ってた向きとちょっとなんか印象が違って、この CPR の方を先頭にしつつ太陽電池パネルを後ろにして飛ぶ、この向きなんだね。なんかそうです、ね、長いんだ。はい、アースケアは通常の地球観測衛星と違って、高度約 400km という高度で観測をします。 ISS ぐらいの高さなんだね。ちょっと低めかな、はい、そうです。JAXA の地球観測衛星では600キロとか700キロぐらいの観測高度が多いんですけれども、アースケアでは感度を上げるために低高度を飛ぶ衛星になっていまして、確かに行くまで近い方がいいもんね。はい、400キロとなると大気の密度が濃くなっていまして、ほいほいほい、それによって衛星高度がどんどん下がってしまうと、大気の層に浸かると言いますか、大気の抵抗を受けて、抵抗がまだあるってことかな。はい、すごいね。だからできるだけその投影面積というか進んでいく方向にちっちゃくなるように細長く飛ぶんだ。そうです。なるほど、面白い飛び方をするんですね。なかなかこういう動画があるから分かりやすかった。何個か質問してもいいですか、アースキャーちゃん。あ、もちろんです。おお、じゃあね、リアね、気になったのがこの衛星って。衛星っぽくないっていうか、衛星ってなんかこう金色のキラキラのイメージがあるんだけど、このなんで銀色白なのかな、なんかなんでこの色なんだろうっていうのと、あとアイシャドウの白竜っていうのともしかしてこれ関係あるのかなと思ったので、その辺も聞かせてください。はい、まず衛星の色ですけれども、衛星の色が白い色をしている。白いよね、なんか金じゃないっていうのが、はい、だからなんかさ、普通のキンキラキンの衛星もかっこいいんだけど、この白が余計にもうこうかっこよさを増してる感じがして、なんでこれ白いんですか。はい、はい、アースケアは400キロの高度を飛ぶんですけれども、400キロの高度になると地球の大気の酸素とあとは宇宙からの紫外線がぶつかり合ってまして、酸素が分子ではなくて原子状になっているところになります。酸素と酸素 O2 だから、それが離れて O の状態で飛んでるってことなの。はい、
原子状酸素と呼んでいまして、原子状酸素、原子状酸素があるところでは、通常のアルミ蒸着ポリミドと呼ばれている金色の MLI ですね、あの災害層の場合は、はい、あの原子状酸素に侵食されてボロボロになってしまうということが分かっています。そうなんだ。じゃあこの白いのはそれに強い何かってことなんですか？はい、この衛星本体についている白いものはあのガラス繊維でできている、あのベータクロスと呼ばれるものになります。ガラス繊維のクロスがこう貼られている。はい、このベータクロスも断熱材になっていまして、断熱材の災害層があの金色になっているのか、それともこの白い色になっているのかというところはあの異なります。なるほどなるほど、かっこいいな。ちなみにこの CPR についてはあのベータクロスではなくて、あのさらにあのシルバーのコーティングのように見えるようなあのゲルマ蒸着の災害層となっているので、アースケアは白い本体にあのシルバーの CPR が載っているという形になっています。リアの髪色と一緒じゃん。やった、嬉しいな。今日ね、その実は CPR とその一枚の太陽電池パネルに合わせて片方の毛のテールにしてきたんですけど、お揃いですね。嬉しい。ありがとうございます。ありがとう。もう一個質問したいです。この CPR、ワーみたいなやつって言ってたと思うんですけど、いやね、調べてみたの、鏡になっててアンテナになってるっていう風に書いてあったかなって思うんですけど、この共鳴の精度がすごくいいって書いてあったんですけど、見てみるとなんかアンテナシワシワに見えるんだけど、これはシワシワなの、それともなんかツルツルなの？あ、これはですね、あの素材そのものはアンテナの表面はツルツルのあのゲルマニウムのフィルムが貼られています。さっきのやつですね、ゲルマフィルム。はい。これがあのアンテナの表面側にもついておりまして、これがあえてシワシワするようにダウンジャケットのような形で、なんていうんですかね、モコモコした形で取り付けられています。あえてシワシワにする必要があるんだ。はい。CPR のアンテナは表面精度がこれまでのアンテナに比べると。あのすごくいい表面精度となっていまして、衛星が姿勢を喪失したときに太陽方向を向いてしまうと瞬間的に太陽の光を集光してしまって、 CPR の内部の機器を破損してしまうというモードがあります。なるほどなるほど。それを避けるために電波は透過するんですけれども、太陽光は散らすといったような設計を採用して、このようなピカピカしたフィルムをあえて表面側でモクモクとつける形をとっています。なるほど。このシワシワがそのままアンテナの鏡ってわけではないんだね。この中に綺麗な鏡があって、それのカバーみたいな感じになってて、それを通過していくっていうことなんだ。はい、なるほど。シワシワでどうやって使うのかなって思ってた。一つ謎が解けました。ありがとう。アスカちゃん、もう一個気になるものがあるんだけど聞いても大丈夫？何ですか？あ、さっきあのアースケアちゃんの声がこう開発期間の長いからすごくイケボになっちゃったって聞いたんですけど、アースケアちゃんっていつ頃から開発してるんですか？そうですね、アースケア、私はあの2004年にミッションが選定されました。おー、そこから数えると、はい、約20歳となります。結構前だね。そうなんだ。じゃあその開発期間中に声変わりしたんですかね？そうですね、期間が長いのでいつの間にか、はい、声が変わってしまいました。すごい。その時に生まれた子が大人になっちゃうぐらいの期間をかけていたわけなんですけれども、すごいね。何かこう開発期間が伸びちゃう原因とかもあったりしたのかな？そうですね、あの開発期間が一番長くなってしまった要因としましては、はい、JAXA が開発している CPR のに使われている電源がすごく開発が難しい高電圧機器だったということと、あとはESAが開発している大気ライダー、こちらも宇宙用の技術としては初めてだったというところがありまして、この2大センサーの開発にすごく時間を要しております。なるほどね。それも無事できていよいよ打ち上げってことなんですね。はい、感慨深いです。20年だもんね。すごい。先ほどの元理事さん寺田さんもずっとこのミッションをされてるんですかね？あ、
そうなんです、2004年にあのイサが選定した時、その時に寺田元理事が現地であの立ち上げに関わっておりました。わあ、本当に人生をかけたミッションなんですね。そうなるとすごく楽しみになってきました。はい、あれから20年の間にはあのいろいろなことがありました。東日本大震災もありましたし、そうですね、新型コロナウイルス感染症、こちらもありまして、あのヨーロッパで試験を行うためにあの JAXA 職員の方もあの、まあ、気をつけてあの投稿して開発に臨んでくれました。大変だったんだろうなってすごい思いました。いよいよ打ち上げっていうのがすごく楽しみ、本当に感慨深い。頑張ってね、アースキャちゃん。はい、今バンデンバーグ宇宙軍基地において、うんうん、最終的なあの仕上げに入っております。現地では ISA の人もエアバスの方もまた JAXA の方、あとは NEC の方も入ってあの最終的な準備を行っておりますので、万全な体制で宇宙に行きたいと考えています。ありがとう。すごいね、この白龍って名前もかっこいいなと思ってたんだけど、これは皆さんどうやって決めたんですか？そうですね、これはあの2月のドイツでの機体公開の際に、あの先ほど VTR で見たものですけれども、あの時にあの関係者がアースケア本体の機体のこの白い本体を見て、また軌道上で飛ぶ時の姿を見て、白い陸のようだということで、白龍という名前がぴったりじゃないかというところが一番のインスピレーションで出てきています。いや本当に名前つけた方大天才、本当に龍に見えるぐらい本当に尻尾は長くて、しかも白い機体でかっこよくてね、しかもあの雲と関係あるというか水と関係ある神様だから、すごくいい名前だなと思ってました。はい、そうなんです、あの見た目が白龍に似ているということで、白龍というところがあの一番最初に思いついたところだと思うんですけれども、うん、あの水に関係があるあの白龍、龍というものもありますし、あとはあの白い龍はあのスピードが速い、飛ぶスピードが速いと言われていまして、そうなんです、ね、それが衛星にぴったりだということもあります。すごくいい名前、これからも白龍ちゃんがいろんな人に愛されるといいなと思います。もうね、あのまだこれ展開したら龍になるから、今はまだね地上にいるから、ぜひアルコン9で登竜門を登っていただいて、綺麗な白龍になれるように祈っております。はい、ということでアースキャちゃん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。実は実はアースケア打ち上げライブ中継があるんですよね。はい、5月打ち上げの時にあのライブ中継をやらせていただきます。はい、実はその時も薄井さんも一緒にやりますので、あの、はい、ぜひ皆さん見てほしいと思ってます。よろしくお願いします。そうなんですよ、今回ねJAXAのチャンネルの方にリアも一緒に参加させていただいて、このアースケアちゃんの打ち上げを一緒に見る会を行います。よろしくお願いします。ドキドキ、よろしくお願いします。いやもう本番も頑張ってファルコン9とアースキャちゃんのことをたくさんの人に伝えたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで今日は一緒に見えて楽しかったよ。またこれからもアースキャの打ち上げについて、そしてアースキャの運用についてもいろいろお話ししていくので、よろしくお願いします。ではでは、アースキャちゃん今日はありがとうございました。ありがとうございました。